今回助っ人呼んでます。なので早速入ってきてもらいましょう。まずはまあ母校というところで勝ちたいというのもあるし、それはなんで勝つかっていうのは、まあ、彼らにもメッセージを伝えたい。選手たち高校生に勝ってないからね、勝って帰るよ。じゃあゴーイエス。森下監督にちょっとお願いしたいことがあって。あそこまでゴー、ハーフまで行って、ハーフまで上げて、止めろ、高いか止めろ、止めて、止めて、決めて、バッチバチ、えぐい。気をつけてね、今始まる。試合中それも決められてるよ。あ、そう。何やってんの。お前さっきの1対1もさ、お前最後まで残って何ヘラヘラしてる。そんなんだったらこんな撮影もいらねえんだよ、お前。勝負勝負勝負、ゴール、ゴール。僕はもう終わっちゃいました。で、今日鹿児島実業戦ということで、まあ、僕の母校でもある鹿児島実業なんですけど、まあ、毎回言ってるけど今日もしっかり結果に、まず高校相手にまだ勝ってないから、一つねここで結果を残して次につなげたいっていうのがあるので、前にフリーガ戦行ったんだけど、ベースにうちらは戦うっていう意思がみんなでまとまってないと攻守において力が発揮できないっていうのは前回本当分かったと思うけど、やっぱりそこら辺本当ね、最初からこうスイッチ入れられるように戦ってしっかりね勝ちにつなげていきたいので、まあ、まだ時間あるので12時出発なんで、そこまでおのおのゆっくりしてリラックスしていい準備してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、昨日何人かあの過日の練習に参加したと思うんだけど、やっぱ今日対戦するにあたってやっぱその情報っていうのはすごい大事だと思うから、ちょっと昨日練習した人はちょっと感じたこととか今日どうしたらいいかとか何かあればちょっと一言ずつ。小次郎君どうでした。体サイズはそんな大きくなかったっていう印象があるんで、本当にもう前線で肩とか全然収められるんじゃないかなとか。キーパーのこぼれに対してめちゃめちゃがめついんですよ、こいつも。監督がもうそれでお前ら負けたんだからやっとけよっていうふうにすごい言ってたぐらい、こぼれ球に対してはあの爪が激しいので、ディフェンスするときはそこはプレー切らしちゃダメです。技術はもちろんなんですけど、手長にシュート上手い人たちめちゃくちゃいたんで、あと攻守の切り替えが早いっていうのが僕の印象で思ったので、そこに気をつけたいな。全体的にあのプレッシャーがめちゃくちゃ多分速いっていうところを、まあ、果実の強みでもあると思うんですけど、20分なんで、で新チームに多分なったばっかりなんで、めちゃくちゃプレッシャー前から取ると思うんで、多分球離れを結構早くしていかないと、あの奪った後の攻撃もめちゃくちゃ速いんで、そこはちょっと気をつけたいなっていう。一人一人が高校生らしく戦える選手たちだと思うんで、まず一番は僕たちもそれに対して一瞬でも多分ひるんだらやられちゃうと思うので、たまにあるところだったり、1対1で体をつけるところだったりっていうのをまずは徹底しないとやられると思います。だけどうちにもチャンスはたくさん作れると思うので、今日はちゃんと、まあ、僕も含めて攻撃陣がしっかり最後点取れるっていうところまでやっていけたら勝てると思います。僕も多分みんなと同じようなあの感じた部分がバチバチもうめちゃくちゃ来ると思うんで、そこに対してあの日和らずにしっかりあのボールを動かしながら、で攻撃のところで言うと向こうのディフェンス
めちゃくちゃ粘り強く来るんで、その攻撃も単発で終わるんじゃなくて2人3人とかどんどん関わってシュート狙いに行けたらゴールももっと生まれてくるかなと思います。さんがまだ試合前のミーティングしてないからどういう感じで今日戦うとかっていうのはまだ分かんないけど、今のみんなの昨日のあ、すいません、練習行ってました。あ、あ、全部のやつをまとめたのが僕です。なるほど、ありがとうございます。那須さんの今日の戦い方とか聞いてないからまだあれだけど、まあ自分が聞いた感想では高校生だから動くの早いしプレッシャーも早いから、アイムが言ったように球離れのとことかやっぱ判断の速さっていうのがすごい重要になってくると思うし、やっぱ戦う部分っていうのは自分たちのチームのベースだから、そこだけは絶対に負けちゃいけないと思うし、まあ、体格もそんな相手は今日でかくないっていうのをもう言ってたから、まあ自分たちの長所である2トップに早くボールを入れて、そこからもうみんなで押し上げて攻撃していくっていうのをまあ意識していけば、まあ、簡単には負けないんじゃないかなっていうのは思うので、そこを意識してやっていきましょう。そのあの前回の全体練習で、まあ、結構そのビルドアップのところは、まあ、練習して、まあ、うまくいったシーンもあるけど、まだまだうまくいかないところが結構あって、フリーガの前の、まあ、柏学園とかでもやっぱビルドアップのミスで、まあ、1点も与えちゃって、まあ、試合の流れ持ってかれちゃったんで、まあ、今日もちろんやれそうなシーンがあれば、まあ、多少トライはすると思うんだけど、まあ、今日今入っている情報を考えると、まあ、やっぱシンプルになるべく前線に早くボールを渡してあげて、でそこでやっぱチャンスを作って、まあ、2枚目3枚目みたいな感じで関われると、まあ、チャンスが結構出るのかなって思うんで、まあ、そこはちょっと全体統一して、まあ、その繋ぐっていうよりか目的はゴールだから、なるべくそのシンプルに高い位置にボールを運ぶっていうのはちょっと統一して、まあ、やっていきたいかなっていう、まあ、あと結構やっぱプレッシャーも前からかなり速くて、まあ、クリアとか難しいと思うんだけど、まあ、そこもやっぱり例えば1個なるべく高い位置に行けるとか、苦しかったらなんかこう頑張って中に残すというかは、一回切っちゃってもう一回その守備を作り直すみたいなのはやってもいいかなっていう、やっぱ勝てるサッカーをしないと我々はいけないんで、まあ、そこはちょっと統一してやれたらいいかなと思います。はい、失礼します。今日鹿児島実業戦なんですけど、まず高校相手に初勝利っていうところを、まあ、そのためのちょっと戦術会議と、まあ、戦略とあのお話できればと思っているのでお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日も、まあ、4-4-2で行くんですけど、まあ、その一応怪我人とか、まあ、今日出場できない選手とかを含めてなかなかこう選手を回すってことが難しいので、まあ、ここのいる選手で、まあ、まず勝つことがとにかくチーム力アップもそうですけど、その選手たちの自信にもつながると思ってるんで、愛ちゃん昨日練習行ったよね。はい。だから どんなだった鹿児島実業って。新チームだからこそ勢いがあるというか、うん、みんなその食らいついていくっていう意識が高かったので、で昨日もちょっとあの監督さんが途中で練習の途中ですごく喝を入れて、そこからすごくあの雰囲気が変わったっていうのがあったので、うん、多分本当に球際はすごく来るし、うん、鹿児島実業さんのなんか下部組織じゃないですけどFC 果実っていう中学生のチームがあるらしくて、うん、まあ、そこから上がってきて今の1年生がメインっぽくって、うん、で今年の選手権もその1年生がメンバーに入ってる子たちも何人かいて、まあ、フォワードの選手であったりセンターバックの選手っていうのは結構できるみたいなので、うん、そこはちょっと抑えていった方がいいかなっていう、うん、まあ、それこそ高さん慶吾さんあたりがちょっとこううまく起動してくれたら、うん、って感じですかね。内藤さん的にはどう思いますか。内藤さんの YouTube の動画であったりだとか、はい、あ、はい、まあ、記事だとかは、拝見してきたんですけど、むしろちょっと内藤さんにも伺いたくて、はい、やっぱここ2年ぐらいですかね、うん、ちょっと変わってきてると、うん、まあ、これまでは結構本当監督がそうやって活を入れるチーム、もちろんそういう良い面を残しつつだと思うんですけど、うん、結構選手たちに考えさせるようなチームに変わって、うん、いわゆるまあボトムアップ的な形に指導に変わってきてるみたいなちょっと見かけたりしたんですけど、こう那須さんから見て、うん、こう那須さん時代のチームと今のチームってこう変わってる部分とか感じたりする部分はありますか。新1年生まだちょっと一緒にやってないので分からない部分はあるんですけど、まあ、その自分たちで考えるってことを促しているので森下監督もだからメンバー構成もそうですし、まあ、選手たちがの意見をこう意向を汲み取って、まあ、最終的には森下監督が決める
ていうことはすると思うんですけど、昔はもう監督が全部決めて、その中で、まあ、選手たちがやるっていうところだったので、まあ、そういう違いはありますけど、まあ、サッカー自体が前からハイプレスしてくるっていう形は多分変わらないと思うので、まあ、入りのところで、まあ、絶対にその前からプレスっていうのを継続してずっとやってくると思うので、まあ、ビルドアップっていうのをちょっとね、練習の部分では意識したんですけど、まあ、そこではすごくいい相手でもあると思ってますし、あとその前から来るからこそちょっと後ろも手薄になってくるっていう部分もあるので、だから前目のそこら辺の選手にちょっとこうどう促すかっていうか、まあ、前目のタカだったりアイムだったりもそうなんですけど、まあ、推進力あるウィナーズにとって選手たちがやっぱりよりいい形でカウンターだったり攻撃の起点となるっていうところをしていければ結構チャンスはあるんじゃないかなと思ってるので、まあ、そこのビルドアップとつなぐところと、まあ、少し中盤を飛ばしてでも早く攻めるっていう部分の共有をちょっとうまく今日はしていければいいかなっていうふうには考えてるんですけど、過去、まあ、4試合、うん、ウィナーズの試合見てきてやっぱ共通して思うのがやっぱ入りが悪い、うん、立ち上がりがちょっと苦手っていうところが共通してあるなと思ってて、うん、やっぱりそれはウィナーズに限らずこういう対戦相手に対してどういうふうに戦っていこうみたいな、まあ、ルールというか方針ですかね、うん、が少ないチームは、慣れるまでに時間がかかっちゃって、うん、まあ、慣れたらある程度対応できるようになるんで後半良くなったりするっていうのもあると思うんですけど、その方針が決まってないと、まあ、どうしてもウィナーズの場合練習時間が短いんで方針立てれないっていう、まあ、制約条件あるのでしょうがないとはいえ、まあ、そこが少ないとこう後手後手に回っちゃって立ち上がりちょっと失点を喫しちゃうだとか立ち上がり攻め込まれてしまうだとかっていうところがあると思うんで、何かシンプルなルール一つとかだけでも最初はもうビルドアップやったけどもハイプレスになれるまで蹴っちゃおうなのか、何なのかわからないんですけど、そのハイプレスに対する最初5分ぐらいの方針をが決まってると立ち上がり苦手っていうところへの対応策になるのかなっていう印象はあります、うん、そうですね。だから最初の5分は逆にもう前から行こうかなと思ってて、はいはい、もうスイッチじゃないですけど、はい、とにかく5分はとにかくボールに連動して全体で行くっていう、で少し落ち着いてきたらブロックを引いてっていうところで、ハイリーはちょっと選手たちにもうとにかく相手に渡ってサイドに出た瞬間にゴーをかけようとか、うんうん、そういう分かりやすいちょっと提示をしようかなと思ってるので、その部分でちょっとこう戦う意思だったりチームとしてのボールの取りどころじゃないですけど、うん、そういうものを入りの部分で見せていければなと思ってるんですけど、まあ、ある程度こう方針が固まれば選手たちもまあやりやすいと思うので、うん、ポジションの部分で今日は翔ちゃんちょっと左サイドバックで最初、まあ、ボランチが梅ちゃんにちょっとトライしてもらうんですけど、まあ、ちょっとそこら辺の部分も含めて、まあ、翔ちゃんも多分不安要素は多分多く抱えると思うんですけど、彼のストロングっていうのをちょっとより生かしてほしいっていう部分、その攻撃の部分でもそうですし、あと球際のこう粘り強さっていうところも見せてほしいとは思ってるので、まあ、そこはまあ臨機応変に対応してもらえるような促しはしないとなと思ってて、まあ、場合によってはもう、まあ、翔ちゃん1個前上がって梅ちゃんをまたサイドにで、ボランチ誰か一人入れてっていうことも、うんうん、はい、オプションとしてはあるので、まあいろいろちょっと今いるメンバーでとにかく最高のパフォーマンスをできるようにっていうのは思ってます。新メンバーというか新配置の話で言うと、はい、前回の練習の帰り、義士と車が一緒だってだったので、はいはいはい、まあ、少し話したんですけど、うん、そのもちろん翔ちゃんと左サイドで、まあ、守備をするのはまあ初めて、うんだったんですけど、翔ちゃんがめちゃめちゃ声を出せるキャラクターっていうのもあって、すごく的確にかつ単純に声の大きさもあるんで、まあすごく伝わりやすいコーチングを結構やってたのあって、まあ棋士としても初めてだけどそんなやりにくさは感じないっていう話はしていて、まあ、そういう意味では翔ちゃん棋士のところはすごくちょっと今日も楽しみだなって個人的には思ったりもしてます。もしかしたら難しくなるかなと思ったりもするので、梅ちゃんが初のボランチで、うん、しかも強度の高い高校のチーム相手にっていうところで、うん、普通にやったら、まあ、誰がやってもいくら梅ちゃんがクレバーな選手だとはいえ、うん、普通にやったら失敗は絶対起こっちゃうとは思うので、それは梅ちゃんの責任ではなく、うんうん、そこをどうしてあげるのかがまた鍵になるのかなとは思います、うん、そうですね。そのトライする部分っていうところと、まあ、ミスが起こってしまう状況もあると思うので、それがチーム的なものなのか、まあ、個人的なものなのかあると思うんですけど、まあ、でもそこを
とにかく試合40分の中でみんなで払拭できるじゃないですけど、とにかくトライし続けんだっていう部分を選手一人一人にこう話しかけられたらいいなと思ってますし、まあ、コウジロもちょっと今日もしかしたら分数的にフル出れるか分かんないですし、前回アザスとマッスがねちょっと練習の中ではトライしてもらったんですけど、まあ、そこも含めて、まあ、全員で総力戦になるので、まあ、誰を起用するとか誰が出る出ないとかじゃなくて、まあ、とにかくチームとして戦う姿勢とこうみんなで支え合うじゃないですけど、やっぱベースにそこがないとウィナーズ勝てないので、前回フリーガー戦もそうだったんですけど、やっぱりチームとしてのベースとなる部分をしっかりとこう一人一人が強く持ってないと、やっぱりウィナーズのそのサッカーっていうのは成り立たないっていうのは前回本当感じたので、まあ、それをしっかりと意識づけさせるっていうところ、あとは、まあ、戦術的なのはもう3ライン結構幅が、うん、中盤とディフェンスがこう距離感近づいちゃったりとか、トップとミッドフィルダーの間がちょっと伸びたりとか、うん、やっぱそこら辺のその距離感を特に後ろの選手たちには意識づけさせる、で中盤ちょっと押し出すことによって前もちょっと押し出して、だからもうディフェンスの位置自体こう高い位置でボール奪えるとか、だからそこら辺はちょっと意識させないと、やっぱりそこの距離感っていうのがやっぱワンラインになり、ディフェンスラインとミッドフィルダーが、ね、まあ、そこをちょっとどうにかうまく距離感は、うん、均等に保たせながら、うん、いいコーチングかけてもらいながらっていうのはちょっと意識させたいなと思ってますね。ミッドフィルダーとディフェンダーが一体化しちゃう問題の話でいうと、まあ、一つは那須さんが前回の練習でおっしゃってたように、そのディフェンダーがミッドフィルダーを声でプッシュアップしてあげれてない部分があるっていうのが一つおっしゃってて、はいはい、でフリーダー戦の映像もう一回見ててちょっと気づいたのが、うん、最終ラインがその縦のこの上げ下げもそうなんですけど、横のスライドもこうちょっとまだこう連携がまだ十分じゃないというか、まだ慣れてない部分っていうのもあって、うん、横がちょっと間延びしちゃって、うん、でやっぱりその今日はいないですけど、運波とか、うん、まあ、気が利くし運動量も豊富なので、うん、で僕が多分最初の分析とかで、うん、ハーフスペースが空いてますっていうのを多分言い過ぎちゃった結果なのか、はい、そこのカバーに行って結果こう5バック6バックみたいな、うん、一体化しちゃうような現象が起こってて、理想を言えばそもそも最終ラインがちゃんとスライドしてて、うん、ボールサイドはきちんとこう全員がこう寄ってる状態だったらボランチもそこまでそこのカバーに行かなくても済むっていう、まあ、考えもあると思うんで、うん、横のスライドもまあ、ちょっと今日言うのかどうかっていうのはちょっとあれですけど、うん、そうですね、まあ、できればよりちゃんと2ラインがディフェンスラインできるのかなとはちょっと思ったりもしました、うん、そうですね、ウィナーズとしてやらないといけないこともたくさんあって、でも、まあ、結果に結びつけるために選手たちに混乱してほしくないので、今日の試合はじゃあどういうものを強く植え付けるかっていうところを、まあ、そこら辺をちょっとうまく選手たちには話しながら、あとかつ選手たちが結局は考えてやるプレーするってことがゲームの中でできないと、そこの臨機応変さが絶対に鍵になってくるので、そこを促せるようにディフェンスラインだったらしっかりプッシュアップもそうですけど、横のスライドも含めてそういうのはちょっと声掛けはしっかりしたいなと思うので、ここはもうちょっとチームみんなで声かけながらっていうか、みんなにアドバイスじゃないですけど背中を押しながら勝てるようにっていうのはお願いします。もし試合に出れることがあったらサイドバックで出させていただくと思うんですけど、この何試合かで、まあ、なかなか攻撃参加ができないので、まあ、自分の運動量を活かして、まあ、今日はクロスだったりシュートだったり、まあ、得点に絡めるように頑張っていきたいと思います。勝ちを絶対というのと、まだ高校生相手に勝ててないっていうのがあるんで、高校生で走れる戦える選手たちだと思うので、そこに食らいつくじゃないですけど、そこをまず必死にやりたいと思います。自分はボール持った時が、特徴なんで、まあ、得点っていうところももちろんそうですけど、アシストっていうところも、点にそうですね、絡むっていうところを意識してやっていきたいなと思ってます。今日は前々回か、鹿島学園戦の時に2失点目やられたロングボールで一発でやられるっていうのはちょっとなしにして、まあ、声かけの部分だったりとか、まあ、ロングボールの対応っていうのはしっかりしていきたいと思います。苦しい展開になることは予想されているので、まあ、チーム全員でベストを尽くさないと勝つことは難しいので、しっかりとみん
さんがベスト尽くせるような準備だったりコンディション調整だったりして勝利取りたいと思います。今日はまだサイドハーフで出るかサイドバックで出るかまだ聞いてないんですけど、どのポジションで出たとしても全力尽くせるように頑張っていきたいと思います。個人的には久しぶりの、鹿児島に凱旋ということで結果だけこだわって頑張りたいと思います。やっぱ那須さんも僕の課題はチャンスメイクを作るとか本当攻撃得点に参加するってことだったんで、那須さんが僕に言ってくれたこともねしっかり頭に入れて頑張りたいと思います。今日のイメージはミスをしないことです。今日のイメージが、もうミスをしないいつもはミスるイメージもたまにあるんで、トラップパス1個もミスしない。もう今日もうパーフェクト。基礎からいこうと。基本から鹿島学園では外したけど、おーちょ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 、あれもうシュートじゃなくてゴールへのパスみたいなね。そう基本でね、そういうイメージだったらインサイド面で捉える、うん、お願いします。パスしないと、はい、頑張ります。ミーティングします。まず最初に、ちょっと怪我人も多いっていうところで今回助っ人呼んでます。なので早速入ってきてもらいましょう。S 君こと翔平さんに今日は助っ人としてやってきてもらいました。一言お願いします。リズムチャンネルでリズムの3人と一緒に活動しているエスコと翔平って言います。今日は皆さんのほんの少しでも力になれればいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくなので、今日は助っ人ということで一緒に戦うので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日鹿児島実業戦ということで、今日是が非でもちょっとね勝利っていう結果を求めたい。みんなその気持ちでやってもらってるかもしれないけど、やっぱチームとしての形として今日は本当に自分たちの自信にもしたいし、だからそこの勝つっていうところでより結果にこだわっていきましょう。テーマとして絆って言ったけど、そこの一人一人が誰かのために犠牲になるじゃないけど声を出したりとか、そういう細部をこだわっていかないと絶対に力も発揮できないので、そこは本当気をつけながら集中してやっていきましょう。今日のスタメン、このメンバーでいきます。キーパー、ジャイ、右からかける、はい、で、コウジロは足いける？はい、大丈夫です。コウジロ、マキ、はい、で、ショウちゃん左、フレッシュ、タクヤ右、はい、ウメちゃん、ボランチで、ゴシゴシ、オッケー、ヘイゴ、はい、で、ギッシゲッツで、左でタカとアユム。ちなみにタカとアユムは立って関係になってもいいから全然それは二人で話し合いながら。であと今日翔ちゃん左サイドバック、はい、慣れないポジションでっていうのはあるかもしれないけど、ギシとうまくコミュニケーション取るのとマーキともそうだし、翔ちゃんの強みを生かしてほしいからで思いっきりやってください。もう本当トライしてほしいっていうので、で梅ちゃんも今日ボランチでトライしてもらうんだけど、みんなにはとにかくチームとしてチャレンジしてほしいというのと、ミスもどうしても起こるかもしれない。その新しいポジションだけじゃなくてね、いろんなポジションだけどミスはもう起こり得てもうしょうがないから、それはだからそれを気にしないでとにかく戦ってもう40分間継続するっていう雰囲気作りをチームとして作りたいから、だからもう次切り替えようっていう、ところで、みんなで声かけながら行きましょう。で、ベンチは準備ちょっとしてもらいたいな。アザスとマッスと、あと、翔平。で、3人でベンチにちょっと準備しててください。はい、次、ちょっと戦術の方っていうか、戦い方の、まず一つ。F リーガー戦、ちょっとやっぱ入りが良くなかったっていうのもあるから、もうとにかく入りを集中したいんだけど、じゃあどうやって集中していくんだっていうところで、まず、もうシンプルに、入りとしては、後ろ、スペースに、もう簡単でいいわ。ロングフィードっていうところだったり、簡単にまずシンプルにやるっていうところ。それで相手に渡っても最初の特に5分、5分はもう前から行こう。もう全体で前からそのまま相手に奪われても連動した守備で前から行くっていう、基本的にはタカとかアイムとかのこのアクションとか、ギシとかなると思うけど、
そのワイド。でも基本2トップとかこう5をかけたらみんなでもう行こう、最初は全員で取りに行くっていうところ。あと切り替えの速さっていうところ でそこで立ち上がり、相手を上回って相手を圧倒したい。鹿児島実業は、基本的には多分前からプレス来ると思う。だから逆にそれを逆手に取りたい。で最初はまあそのロングフィードって言ったけど、ちょっと落ち着いてきたら逆にどっか空いてくるから絶対に。で数的優位を作って、まあ、3枚でこう回す時もあれば、慶吾梅ちゃんそこはまあうまくバランス取りながらワイドに落ちてもいいし中央に落ちてもいいし、で別に相手がワントップ気味だったらセンターバック2枚で回せるからわざわざ落ちる必要もないし、そこら辺は臨機応変にやりながらっていうので、見えなかったら全然ロングフィードでいいけど絶対にラインをしっかりコンパクトにするっていうところと、ディフェンスラインは、あと悪くなる時間帯だとワンラインになっちゃう、ちょっとこう少し吸収されてミッドフィルダーが、だからそこを防ぎたいから、マキとかコージュもそうなんだけど中盤をちょっと声で上げてほしいっていうところ、しっかりスリーラインを形成してコンパクトでやりたい、この距離感っていうのを大事にしてほしい。縦の距離もそうなんだけど横のスライドもしっかりね、横のスライドも怠らないようにやってほしいっていうのは意識してください。で、なんかちょっとありますか、補足で、内藤さん。そうですね、前回練習中にめちゃめちゃ相手のハイプレスに対してビルドアップするっていう練習やってたと思うんですけど、もちろん今日もそれに近いぐらいの、もしくはそれ以上の強度で相手が来るとして、結構詰まっちゃうことってどうしても増えてくると思うんですね。結構寄せられて困ってとにかくシャムニに蹴るみたいなタイミングが出てくると思うんですけど、そういう状態で蹴るとどうしてもボールが手前にしか蹴れずに、でその後ラインを上げるってことはできないんで、幸いうちはその後ろにゴールキーパー、センターバックが結構長距離蹴れる選手が揃ってると思う。でも困ったらできるだけ後ろに戻して、でその人たちがまあ有利な状態で蹴った方が、まあ、結果的にチーム全体を押し上げるって高い位置でコンパクトにすることができると思うんで、結構やっぱビルドアップの時に自分が貢献しなきゃっていう気持ちがあって、前に前にって意識が、まあ、それ多分選手として当然のことだと思うんですけど、一度冷静になって、まあ、後ろの方がいいのかっていうところも考えながら、時にはバックパスを織り交ぜながら、結構相手も視線を誘導されるんで結構混乱するというか、ついつい前線の誰かをフリーにしちゃうみたいなこともあると思うんで、少しバックパスを増やしてそれに対してダイレクトでできるみたいなプレーも増えてもいいのかなと思いました。以上です。今回その鹿児島実業とやれるっていうことで、まあ個人的には自分の母校でもあるし、今鹿児島実業が鹿児島県内も競争が激しくなってきて、なかなか全国で見るのもちょっと少なくなってきたかけど、そういった中でやっぱりこういうご縁を持たせてもらって、まずはまあ母校っていうところで勝ちたいっていうのもあるし、それはなんで勝つかっていうのは、まあ、彼らにもメッセージを伝えたい、選手たちチームも活気づいてほしいっていうのもあるし、かつ僕たちはやっぱ視聴者に向けてもたくさんのメッセージを伝えられるっていうところで、まあ、特にこのね、個人的にその母校っていうところでいろんな意味で含めて是が非でも勝ちたいっていうのはあるので、今日は本当に結果っていうところに、まあ、みんなで俺も含めてだけど全員でね、いい形で勝って帰りましょう。 OK、 よし。いや本当みんなコミュニケーションめちゃくちゃ取れてるようなイメージがあって、しっかり団結したチームで、那須さんの指導のもと戦えるチームだなと思ってます。めちゃくちゃ久しぶりに一緒にやるんで、それも楽しみですし、足引っ張らないようにしようかなと思ってます。主に今までは守備的なポジションやってきて、ボランチであったりサイドバックであったりとやってきたんですけど、プレースタイル的には技術とかではなく、まずバチバチに戦っていくスタイルだと思ってます。やっぱ勝負になったらやっぱ負けたくないんで、高校生だろうと絶対勝ちたいなと思います。今日ボランチコンビ初だな、93年組。ちょっとほんまに言うてな、多分言うたことはできると思うからこの言うたことできるんだったらもう神よ。こう2人でバランス取りながら、誰かが出たらそのスペース埋める、誰かが出たらスペース埋めるみたいな感じでやっていけば、まあでも多分プレッシャーバリ来ると思うから、こうサポートし合う、あのボール持った時に横は絶対作ろう、それ大事だから。安牌にもう片方のボランチがおったら選択肢増えるってやりやすいから、そうそうそう、顔を出すことが大事だね、周りが。あとはもう、この間の練習やったみたいな感じで、この間の練習のイメージでやれば多分もう大丈夫かな、よっしゃ行こう、頑張ろう。マジ勝ちたいですね、高校生に勝ってないですもんね。勝ってない、
本当にそう。マジで勝ったんやから。勝ちてんだよな。昨日調子は昨日はね、調子良かったね。でも、スタミンじゃないから。ディフェンスラインやっぱ元気ないとさ、うん、飲まれちゃうから後ろから。そう行きましょう。最初やっぱあのチームに馴染まんと力発揮できないんで。確かにみんなとのコミュニケーション大事やね。まあ梅ちゃん、牧地くんとかあの辺があの喋りは回してくれるんで間違いない。翔平よろしく。あ、サッカーやってた？ちょっとだけやってました。あ、ポジションどこなの？ディフェンス的なとこが多いっすね。あ、そうなんや。へえ。なんでため口だ？何歳？30す。ほんますいませんでした。ほんますいません。いや、全然大丈夫です。ほんますいません。あ、メイドくいった。これ梅ちゃんの役やわ。俺じゃない。俺の役じゃないんだ。で、何が変わったら少し走ろう。7割ぐらいでいいから少し走ろう。短い時間やるからもうちょっと短くするからもう一個上げよう。ギアもうちょい、プレッシャーもう一個いこう。よし、行こう。早くやれ。今日はよろしくお願いします。気をつけ。はい、お願いします。気をつけ。はい、お願いします。片場より閉じないで、閉じないよ。
よし、どうしようか、困ってるだろ、これボール来たら。キャプテン、いや、ちゃうよ、これ出していけんのよ、これ。あ、そう、それは行かせ、これ出してダメだ。そう、俺のこだわり。あ、お前のこだわりね。そこ、そこ締めて、そこ強いんだ。そう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 、それ先行ってよ。それだけど、オーケー。あ、あじゃん。ちょっとあの前回その約束で、はい、無失点で、買ったらデートっていうことやったんですけど、はい、その約束は覚えて、覚えてます、覚えてます、しっかり覚えてる、はい、覚えてます。で、今回ちょっと無失点で勝ちますので、はい、ぜひお願いします。ちょっとポジションがボランチなんですけど、はい、あわよくば点取るからは全然取れますよね、うん、取れる。だから勝って、もし点取って勝ってしまった場合はもうキスなんすよ。大丈夫、もう多分大丈夫、多分キスやと思うね。いやいや、もうそうなってきたら段階が点取って勝ったらもうキスで。いや、ちょっと待って、それこっちに受けない。ちょっと待って、これはいって言ってしまっても問題ですからね。っていうことで、決まりました。点取って勝って無失点で勝つと、デートプラスキスで、それでもとりあえず OK でいい。それで頑張っていただけるなら。あ、頑張ります。良かったです、応援してます。かわいいな。おっぱ、 OK。 まずまあコンディションもそれぞれいろいろあると思うけど、怪我持ちもちょっとねいたりとか、いろんなことでこの試合に入る前の気持ちでちょっとね動いてるかもしれないけど、まずリセットしてほしい、頭の中。もう怪我とかやらないこともチームのためだからね、無理だったら。じゃなくてやれるんだったらもう勝つっていうこと以外頭からもう排除してほしい。俺もずっとそうだったけど、痛いとか苦しいっていうのをどん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 増長させるから、人ってそっちに引っ張られるから、それを全部、俺らの目標っていうか今やりたいことって勝ちたいことだから、だから怪我とかそういうコンディションがね、疲れてるとかそんなの関係ない、全部もうそういうのをマインド自体もうリセットして、自分たちは何をっていう、それで埋めてほしい。余裕できたら周りを見るとかサッカーを楽しむっていう一番大事なことをつなげてほしいけど、でもそんくらいの覚悟を持ってまずはやろう。まあ本当相手には申し分ないから、まあ、ここでしっかりね、今までまあこうやってきたことっていうか、おのおので抱えてるっていうか、思ってる、この持ってるメンタリティとか、このかける思いっていうのはあると思うから、まあ存分に本当にここでピッチで表現してほしいし、最初に出る11人がみんなの思いを背負った表現者の代表者だから、その思いは絶対に忘れないで、俺もみんなを支えるし、ここにいるスタッフもそうだし、みんなが支えてるから、だからそれを存分に発揮しよう。ほんで俺らの目標とする勝ちっていうところにつなげよう。おっしゃ、行こう。ありがとう。新チームになって一発目だからね、紅白戦もやってねえから、やっぱり全面的にね戦う姿勢だとか、そういったところをしっかりと出せるように、まあチャラチャラしたプレーは本当にいらないから、そんなことするんだったらもうすぐ帰る、そんなやつ試合に出る資格がない、そういう厳しさを持たないと、お互いに自分たちで、まあ、しっかりと自分たちで今やってること、果実の一番大事になるポイントのところをしっかりと出すよ。いいかな。はい、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 しっかり喋ったな、オッケー、よし、よし、やってきたことしっかりやろう。おい、まず入りよ、入り、一発目にしようよ、しっかりやるで、しっかりみんなでハードワークな、しっかりやるよ、出てきて、こっち切るよ、出てきて、出てきて、ゴールデン、シャー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 。高校生に勝ってないからね、勝って帰るよ、シャーゴー、イエス、ゴー、ゴー、シャー、よし、勝とうぜ、勝とうぜ、よし、行こう、行こう、入りよ、入り、最初、最初、最初、
入りだけやることはっきりね。木枯らし吹き荒れるピッチに選手たちが立ちます。南国の地鹿児島の今日の気候は厳しい冬模様。頬を打つ冷たい風とは対照的にウィナーズメンバーの闘志は燃えています。相手は那須監督の母校鹿児島実業高校。監督の思いを汲んで何としても勝ちたいウィナーズ、強豪校相手に初勝利を収めることができるでしょうか。一方鹿児島実業にとっては新チームの初戦、チャラチャラしたプレーはいらない、全力を出さないやつは出る資格がない。森下監督は歴代の先輩たちが持っていたメンタリティーを植え付けるべく厳しい言葉で選手たちを激励します。果実の名にかけて敗北は許されません。さあ選手入場です。前日には冷たい雨が降る中果実の練習に参加したウィナーズの一部メンバー、そこでは強豪校のレベルの高さを伺い知ることができました。両チーム一例です。このゲーム実況担当は下田恒幸です。ではウィナーズのスターティングメンバーを発表します。システムは 4-4-2、 ゴールキーパージャイアント和樹、ディフェンスライン右からかける浩二郎、牧彦、翔ちゃんの4バック、中盤ボランチ慶吾と梅ちゃんの2枚、ウィングは右拓也、左岸、そして歩夢と高野の2トップです。注目選手はコンバートされた翔ちゃんと梅ちゃん。今までと違うポジションでどのようなプレーを見せるのでしょうか。一方鹿児島実業のスターティングメンバーです。システムは 4-4-2、 ゴールキーパー田中敦史、ディフェンスラインは4バック、右から坂本、福本、竹内、江藤、中盤2枚、原口と尾上、右ウィングに田中春人、左ウィング漬山、ツートップは木下と伊地知です。注目選手はゴールキーパーの田中、センターバックの福本、ボランチの原口、フォワードの伊地知。この4人は中学時代鹿児島実業の下部組織 FC 果実に所属、あらゆる大会で優勝したチームの中心選手たちです。さあキックオフの笛が鳴ります。サッカーとか惜しいは評価されないんだって。内容なんていらないんだって。なりふり構わず顔面でもいいから決めておこう。もう一回ね、後半このまま維持じゃダメだ。維持じゃトリコ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 、もう一回上げないといけない。しゃあしゃあ、いくぞ、いこういこう。コナミ